今日はハロウィンの感じで見せたいかなって思ってるから。私の一番好きな曲は All I Ever Need by Austin Mahon。 What things makes you happy? I love food。 食べ物大好き、本当に大好き。私は何はハッピーになる？食べ物ハッピーになります。いい質問。私がどうやって違う国のラングイッシュを覚えれるっていうことは、まあ国に住んでるからどこでも聞こえてるから、まあ微妙に入っちゃうんですよ頭に。どこでも行ったら、アメリカ行ってちょっとだけ英語喋れないなのに1年ぐらい経ったらちょっとだけ入れます。でも一番いいやつは、自分の一番大好きな映画、何回も見たことある映画、それに覚えりたいラングエージにして何回も何回見て、とその後サブタイトル取って、そこからもそのまま見て、あとその国のテレビ見た方がいいですよ。私も日本語めちゃくちゃコメントとか来てる、どうやって日本語上手くなっちゃったのとか、私は分かんないなのに、全然何も分かんないなのに日本のテレビ毎日見てます。朝のスッキリと夜のしゃべくり007、上田さん大好きから。それでした。そうです、もう本当に違うなんだっけ、ラングエージ覚える難しいですよ。 DM にメッセージ送った場合読んでくれますか？私ね、結構 SNS って毎日ぐらいやってるから、私にメッセージくれたらめちゃくちゃしますよ。ちゃんと読んでる。でもたまに全部漢字とかひらがなに書いてるからそれは分かんない、ローマ字に送ってくれたら全然返します。 IG ストーリーのリポストする大好き私。 Favorite superhero? Spider-Man. I love Spider-Man. What motivates you to work hard? 自分でもっと頑張りたいことのなんだっけ、モチベーションは何ですか？家族です。家族でパワーめちゃくちゃもらってるから家族が一番モチベーションです。 What's your comfort food? ピッツァ大好き。絶対違うスタッフでこれ見たら怒られちゃうかも、でもピッツァ大好きですよ私。毎日ぐらい食べてるかもしれない。 Who's your female idol? 私の一番好きな女の子はセリーナ・ゴメズ。Favorite Filipino food? Dinugo and fishball. At what age you will get married? 何歳で結婚したい？私は何歳は決まってない。いい人見つければ結婚したい。年は決めない方がいいよ。 Are you continuing your studies? まだ学校行ってます。学校は終わりました私。そんな見えてないでも頭いいですよ私自分から。以上、タキでした。また後でね、バイバイ皆さん、今から上行くぞ行ってきますよ。はい、まあ、今初めてこれ乗って楽しみにしてる。でもちょっとだけ怖い気持ちもあって、もう一個これ今日はカラーの方で入ってる。でもクリアのやつ下も見えるやつもあって、もう最初からもう絶対私それ乗んないですよって言って、それは絶対乗ります。逆に、おー乗れるね。超聞こえてました今。綺麗、まだ上にいないなのに綺麗。 Welcome aboard! Giant Sky Wheel! ありがとうございました。これって16分らしい。長くないですかあとね、これって今聞いてたやつはフロア、下から150見たらしい。あと1999年はこれが一番高いフェリースウィールだったらしいです。それ知ってる人たちいますか？ブブー、絶対誰でも知らなかったですよね。
っていうことで今150ミターについてまして、ちょっと一回下向いて、本当にちょっともうハートがギュッてになっちゃって怖すぎて全然動けなくなりました。それでした。それアップデートでした。皆さん、いつもインスタとか SNS とかめちゃくちゃくれてるメッセージが、タキちゃん彼氏います、タキちゃん誰と付き合ってます、めちゃくちゃ聞かれますよ。だから今日の初めてのタキダンスで喋ってるはちょっと紹介したいかなって思って、ちょっと緊張する。これね、誰でも知らないからもう本当に緊張する。 OK、 私の付き合ってる人と、まあ彼氏というはこれです。どう、かわいい2人、かわいい、かわいいカップルでしょ、超でかいでしょ、本当に背高い人が大好きからね。まあということで、今日皆さん楽しかったかなーの気持ちもあって、私めちゃくちゃ今日初めての喋ってるブログになっちゃって本当に楽しかったから、皆さんもっと私のことを知りたいだったら、もっと私のことをフォローしたいだったら、ぜひ Like、Subscribe、 SNS もインスタ、TikTok、Twitter、Facebook もやってるから、ぜひ皆さんいつもありがとうございます。頑張ります、みんなに会うように頑張りますっていうことは、皆さん This was Tacky Dance、 ありがとうございます、気をつけてね。